抑えるような形、4番手並走になっていましたが、2番の巴が前に上がっていきます。2番の巴が前に上がって残り600の鐘、後ろは7番神奈川、さらには4番の赤井と続いています。難関勢が前に出て4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、2番の巴の先行になります。2番手は7番の神奈川、3番手には4番の赤井、4番手1番の伊藤がいます。7番手に置かれている9番の大谷、バックストレッチ、2番の巴がペースを上げる、2番手7番の神奈川が追っていく、3番手4番の赤井、後方からの動きはどうだ、1番の伊藤はまだ4番手、1番の伊藤がまくり追い込み気味に仕掛けていく。4コーナーから直線、巴が先頭、後ろから7番神奈川を追ってくる、巴が狙う、神奈川が抜け出したか、最後はそして4番の赤井も加わっています。